作家の田村悟と申します。よろしくお願いします。作家活動を始めまして、今年で13年ぐらいになります。97年に、初めての個展をしまして、で今はこういう光の作品を、中心に活動をしています。今回の作品は光の作品なんですけども、過去にやった作品を見てもらうと僕の作品のくだらなさというのが分かると思うんですが、熊が後ろ向きに走る作品であるとか、僕は体重を100キロぴったりに当てる作品であるとか、こう本当にそれに意味があるのかどうかっていうのを問うような作品が多いと思うんですね。で今回の作品もタイトル通り100の白熱灯と100のスイッチがただ存在しているだけの作品になっています。スイッチ、このスイッチがですね、棒がついている形状のものがあるんですけども、これが100個ありまして、白熱灯が100個あるで、真ん中の回転するバーがスイッチを倒すことで、白熱の電気がつきます。簡単に言うとスイッチが100個あるだけの作品なんですね。でこのコードにもいかにもこう、装飾のようにコードがありますが、これにも全部100ボルトが流れています。すべて必要なんだけれども、実はこの作品自体が何かの意味があるかというと、ただのスイッチであるだけで意味はないんですね。この作品を見てもらうと、その辺の、無常感というか、そういうのが感じ取ってもらえると思います。ビームスの、まずビームの、ビームスがもうビームの複数形であるということで、光の作品をまずここに展示するってことにメリットを感じました。でいつもですね、こう大きな広いホワイトキューブでやる展示が多いので、今回のようにそのショップとつながってたりとか、ガラス面でこう外 の外光が入ってきてでくるっていうところに、僕 この今回の作品 のデザイン性っていうのがすごくこうマッチするんじゃないかなという気がして、今回この作品のこういう、インスタレーションになったんですけど、で僕はいつもギャラリーとか美術館とかいうところでやってるので、ビームスが持ってるその企業としての力みたいなものが、その今まで僕会ったことないいろんな人を連れてきてくるんじゃないかなと思って、僕はすごく期待しています。ぜひよろしくお願いします。